まあ、理由ですね。こう、残留も発表してないんですね。そうですね。うん、で、辞めるも発表してない。だから、黒田さんがもし、投手コーチに来ると、黒田さん大阪、上宮高校なので。最初は、我々、やっぱりオリックス、ブルーウェーブのですね、優勝。するかしないかというところだったんで、もししない場合であればですね、水本さんとか、そういう、そのオリックス待ちかなと思ってたんですけど、それ以外もありそうですね。まあ、ありそうだと思うんですよ。これが実は小久保も呼び戻してますけど、あれ、和歌山 PL ですので、いわゆる大阪バスですね。まあ、生まれは、なるですけど、だからもうほとんどカープの側が関西で固め始めてるんですね。そうですね。ちょっとじゃあ逆説的に九州が減った感じですね。九州広島出身を落としにかかってる、うん、まあ福地はそうは言っても佐賀ですけれども、まあ、新井監督もね、まあ、広島生まれですし、まあ、お父さんも新井なんですけどね。そうです。でも、カープにしてみると、うん、今回の新井監督に求めたのは、広島、九州じゃないチーム構成。まあ、じゃあ、強いて言えば、大阪、広島みたいな感じですか。どっちかというと。そうですね。大阪と広島と。広島。九州と広島じゃなくてってことですね。そうですね。なるほど。で、なおかつ、もう、2、3球団、渡り歩いた人。ああ。新しく招聘する人の条件がね。うん。新井さん自身も2球団やってますからね。そうですよね。うん、ここが、カープにしてみると、大きく変換しないとついていけないぞと。うん。他球団も先ほど冒頭塾長がおっしゃってた通りですね。まあ、いろんな球団経験がないコーチ、首脳陣で固めたチームはもう勝てないっていう。勝てないです。だって現状出てるのは1位、はい、まあ今回ヤクルト2連覇。はい、DeNA でも、ほとんど全員、3球団以上、待たれてる人がやってるんですよ。そうですね。ただ、当然、球団、まあ、経歴上の在籍数が、その球団の年数が多いのは事実なんですね。その意味で先行してね、いろんな球団生え抜きでない、っていうのは意外に伝統球団の割には監督以外はジャイアンツは結構コーチ入れてたんですけど、逆に最近減ってきてますよね。ジャイアンツがまんざまずいのは阪神は全部生え抜き以外にしたんですね。矢野はもともと中日ですので、はい、そうですね。こういう、まあ、例えば中村亮太カープ今回来ますけれども、もともと中日入団とかね、だから、その、他球団の上位っていうのは、はい、要は、2球団以上、下手したら3球団の、はい、要は、選手だけじゃなくて、コーチを含めると3球団以上になる人たちが、下手すると6割、7割占めてるんですね。あ、そうですね。ところが、ジャイアンツが勝ってた時って、まあ、江藤さんとか、
はい、要は、まあ、当然、オバナさんとかね、いろんな、まあ、小谷さんとか、まあ、含めて、まあ、当然、1、2軍、まあ、巡回コーチ含めて、内田純三さんも含めて、ジャイアンツって、連覇したり、原さんやってた時って、実は、2球団、もしくは3球団以上の人たちが、コーチ陣占めてたんです。そうですね、ところが、原さんの3期目で、まあ、桑田コーチを呼ぶときになった瞬間に、ほぼジャイアンツしかやってない純潔に変わっていったんですね。なんかそうですね。原さん、桑田さんを戻すときになんか方向性変わったなって気がしましたね。変わって純潔になった瞬間に、2年連続 B クラスで、A クラスいけないんですよ。はい、まあ、桑田さん自身が純潔でお願いしますって言ったわけじゃないでしょうけど、そんな風に感じますね。そんな風になっちゃって、ジャイアンツ勝ってないんですね。で、カープが笹岡監督になって純潔なんですね。カープも、その前の尾形監督の時には、例えば、新井博正さんとかですね、石井拓郎さんとか、川田さんとか。川田さんとか。純潔主義じゃなかった感じがしますね。何人かは純潔をやめたんですよ。ところが純潔に近い選手に、まあ、コーチ陣に変えて、勝ってないんですよ。そうですよね。だから今、中日が立浪さんになって、純潔コーチ中心になって最下位なんですね。ああ、本当そうですね。落合さんの時は長嶋清一さんってカープにいたい、まあ、当然ロッテとか中日にいたり、要は辻さんもやってましたよねとか、当然森重和と、要は落合さんの時もコーチ陣見たら純潔じゃないんですよ。そうですね、2球団、3球団やってる人たち。はい。長嶋清之選手とは違って、例えば森重和投手コーチとかヘッドコーチの場合、中日ドラゴンズでプレー経験ゼロですもんね。ゼロですから。だから、こういうところが、実は、パ・リーグはもう明らかに分かってるんですよ。ほぼ純潔なコーチ陣いませんので。そうですね。はい。監督含めて、もうほぼほぼもう2球団、3球団、下手したら4、5球団やってる人を呼んできてますので。そうですね。で、もっとパ・リーグははっきりしてるのは、はい、セ・リーグ経験者の人数が圧倒的に多いんですね。ああ、なるほどね。ああ。それは交流戦勝ち。安いですよと。勝ちやすいですよと。あと、行ったか行かないかは別にして、まあ、ソフトバンクの工藤さんとか、秋山さんなんかも、秋山浩二監督もやりましたけど、メジャーに色気を出した人たちもかなり入ってるんです。ああ、それ言えますね。メジャー経験者。メジャー経験者だったり、メジャーを目指して、で、結局、まあ、年俸とかね、まあ、家族の問題でメジャー行かなかった人たち。はい、でも、はい、これは、球団のアドバイザーとかね、当然、コーチとか、巡回コーチ、はい、かなりパリーグ入れるんですよ。そうですよね。あ、だからもう、パリーグは、セリーグ、メジャー、まあ、もしくは独立リーグ、韓国、はい、そしてパリーグ、もう経験値がコーチの能力だと思ってるぐらいなんですね。なるほどね。だって、そう、いろんなとこのチームにいたってことは、いろんなチームのいいも悪いも全部見たわけですよね。経験にか、ね、私何回も言いますけど、よかった悪かったも経験にはかなわないんですよ。経験は経験しないとゼロなので。その意味ではカープで言えば高橋健コーチは
他球団経験、他球団のコーチ経験もあって、そのチームは投手陣が強かったです、なってるし。なってるし、そしてメジャーも行ってます。そうですよね。で、カープで長いと。これ、結構理想的な。理想的な形なんですね。はい、ね、だから、黒田コーチの話が出てくるのは、はい、そこのメジャー経験の話だと思うんですよね。はい、うん、大きいですよね。多分、これ、横山隆二、コーチと高橋健、まあ、コーチ、うん、まあ、もしかしたら佐々岡監督だと、話が合わない可能性があるんです。なぜなら、横山隆二、佐々岡監督がカープしかやったことがないから。そうですよね。カープの常識がすごくて、カープの育成が素晴らしいと教わっちゃってる人なんですよ。うん、そうすると余地がないですもんね。余地がないです。で、そのカープのやり方で私たちは38とか40までできましたっていう、この自分の成功体験がそうなんですね。うん。厄介なのはもう一つは。そうすると、まあ、今回ね、バッテリーコーチっていうことでは、保守ということで、倉選手、倉コーチ、そして石原コーチと。これ、どっちもどっちというか、結局カープで、攻めてカープで終わりましたって人ですし、他のコーチ経験もないと。でも、この藤井さんがヘッドコーチに入ってくれたっていうのは、大きいんじゃないなんですかね。大きいんだと思うんですね。これ、多分どっかで触れてもいますし、触れますけれども、私は、石原倉の優秀な、一番の、ストロングポイントは守備力なんですね。うん、リードはもう藤井がやるんだと思うんです、はい、チームを左右するんでヘッドコーチとして、そうですね、うん、その代わり、まあ、一番問題なのは、まあ、中村奨成、はい、坂倉、石原智樹、はい、持ち丸、まあ、相澤もだいぶ入ってきますけど、あなたたちの守備力が他球団より劣ってますよねって話なんですね。まあ、劣ってますよね、はあ。パスボールの数、ワイルドピッチの数、盗塁阻止率。12球団の平均よりか下っていう感じがしますね。これは盗塁阻止率だけじゃなくて守備力が低いんですね。そうですよね。そうだと思います。なのでここが多分、そうは言っても、倉に関しては彼京都世相なので関西ですから。そうですね。あ、だから関西罰はやっぱ関西罰でやってくるはずなんですね。まあ球団なる場所がね、こう広島と中国地方なので、そこはまあゼロにはならないでしょうけど、今までちょっと九州が強かったんですよ。九州か、ね、中国九州が強すぎたんですよ、はい、で今回例えば石原が入ったにしても石原県岐阜です。これからはだから、まあその強みであるこの広島であることはいかない。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。